読売ジャイアンツが新しい来季のセンターとしてブリンソン選手、新外国人の獲得調査という報道がありました。2022年ライトとして活躍したポランコ選手が退団、そして丸選手がセンターからライトへコンバートするんじゃないかという話がありまして、新外国人選手、センターの選手が必要になるわけですね。そんなブリンソン選手の守備指標であったり打撃成績を深掘りしていきましょう。改めて読売ジャイアンツがブリンソン選手を獲得調査という報道でございます。サンフランシスコジャイアンツでプレーしていたルイス・ブリンソン選手28歳を巨人が獲得調査。2018年にはメジャーリーグの公式サイトのトッププロスペクトランキングで27位にランクインということですね。かなり期待された選手だったわけですね。そんなブリンソン選手がどんなプレイヤーなのか詳しく見ていきます。ルイス・ブリンソン選手、28歳の選手、解説させていただきます。191センチ、89キロとかなり体格が良く、右投げ右打ちの外野手です。2012年には MLB ドラフト1巡目で指名されておりますし、先ほどもお伝えした通りトッププロスペクト選手としてかなり期待もされた選手でございました。身体能力がかなり高く、アスリート型の選手というふうに言われておりまして、30本と30盗塁が同時に達成可能というふうにも評された、3拍子揃った外野手として高く評価されている選手です。なので日本によく来る選手として、パワーはあるけれども守備があまり上手くない、足があまり速くないと、そういった選手ではなく3拍子揃ったアスリート型の選手ということで、かなり期待が持てるのではないでしょうか。来季の読売ジャイアンツの命運はこのブリンソン選手が握る可能性があります。こちら見ていきましょう。ブリンソン選手が加入することによって読売ジャイアンツの外野が一気に強化される可能性があります。2022年は丸選手がセンターを守っていたわけなんですけれども、守備指標が大きくマイナスとなってしまったんですね。なので原監督もライトに丸選手を持ってくることができれば外野守備全体が向上するというふうに話しております。そして原監督はセンターの新しい候補として萩尾選手、ルーキーの選手、もしくは増田陸選手をセンターにコンバートして使うという候補2人を挙げたわけなんですけれども、どちらの選手も実績としてはかなり少ないです。特に萩尾選手はドラフトで入ってきた選手ですから、来季センターをがっちり掴むかどうかというところは全くわからないわけですね。ただブリンソン選手がセンターを埋めてくれることで、ライトに丸選手が回ってポランコ選手の穴も埋まって守備も全体的に向上するということで、巨人が強くなるわけですね。そんなブリンソン選手の守備能力について見ていきます。ブリンソン選手のメジャーリーグでの通算の守備成績を見ていきます。ライトでは2510イニング、センターでは1802イニング、レフトで443イニングという出場のイニング数があります。2022年もメインはセンターで守っておりまして、しっかりとメジャーリーグでもセンターを守るだけの脚力であったり守備範囲、あとは肩の強さとか、このあたりがあるということになるでしょう。やっぱりメジャーリーグでセンターを任せてもらえるっていうこと、その時点でかなり守備力というところは期待できると思います。加えて2020年にはメジャーリーグでも4個盗塁していますし、マイナー通算120盗塁しているというところで、やっぱり足の速さというところもありますから、センターでの守備範囲というところも期待できるのではないでしょうか。そんなブリンソン選手の守備指標についても掘り下げていきます。ブリンソン選手のメジャーでの通算の守備指標になります。レフトがレンジャール、守備範囲がマイナス 0.2、 UZR 守備指標150試合換算のものがプラス 9.3、センターではレンジャールプラス 0.4 の UZR マイナス 2.8、 ライトではレンジャールマイナス 1.1、 UZR がマイナス 14.1 ということになっておりまして、外野通算で、アーム肩の強さがプラス 0.6、 レンジャール守備範囲が マイナス 0.5 で、 UZR 守備指標マイナス 1.6 となっておりますので、メジャーリーグでだいたい平均的な守備力はこれまで記録してきたというような指標になっております。メジャーリーグの方が相対的に他の選手の守備力というところが高いので、守備指標というのはもちろん低く出やすいということで、日本に来るとブリンソン選手、かなりいい守備指標を記録する可能性も十分あるかなと思います。そんなブリンソン選手の打撃能力についても見ていきましょう。ブリンソン選手のマイナーでの成績見ていきます。2019年、22年 PCL リーグという 3A クラスの
ところでプレーをしておりまして、打者有利の球場が多く、だいたい OPS が平均で 0.8 ぐらいというふうに言われています。2019年は2割7分の16本して出塁率が3割6分1厘の OPS0.871 という成績ですね。出塁率が打率より1割近く高いというところ、まあ、三振が3打席に1回以上しているということで、まあ、三振はかなり多そうですね。2022年は2割9分9厘の22本して出塁率3割5分6厘の OPS0.930 ですね。2022年は19年と比べるとホームランの数とか、あとは三振率とか全体的に成長が見られているので、まだ成長段階、これから伸びていく可能性のある選手だと思います。日本でだいたい規定打席かなりフルで立っていくと500打数ぐらいになるんですけど、そうなってくると30本ぐらいはこのマイナーではホームランが打てるような計算になります。ブリンソン選手のメジャーでの成績も見ていきます。ブリンソン選手のメジャーでの成績です。2018年が最も多く試合出場しています。1割9分9厘のホームランが11本、三振120、出塁率が2割4分の OPS が 0.578 という成績ですね。やっぱり三振がかなり多く、まあ、ホームランがそこそこ出るというようなタイプに見えますね。2021年が2割2分6厘のホームランが9本、出塁率2割6分3厘の OPS が 0.639 という数値ですね。そして通算で見ると1割9分8厘28本、出塁率2割4分6厘、OPS0.574 という成績ですね。全体的にメジャーでは少しパワーがあるけど三振が多いなという成績で、ただツーベースヒットの割合もかなり高いので、日本でもツーベースとか、そのあたりの長打っていうところも期待できる選手でございます。ブリンソン選手がもし読売ジャイアンツに加入するということになった場合の起用法であったり、加入後のスタメンなど見ていきましょう。ブリンソン選手がもし加入するということになれば、おそらくセンターを守ることになりまして、丸選手がライトに回るということになるでしょう。打順としては1番2番あたり、この上位を打つか、もしくは7番あたりでウォーカー選手の後ろあたりを打つというようなイメージになると思います。チーム全体として守備力が上げられる、加えて攻撃力も上げられるということで、どちらにしてもいい影響があるのがこのブリンソン選手の加入というところになってきます。ブリンソン選手、現在獲得調査という段階ですけれども、ファンの声見てみましょう。ブリンソン選手獲得に対してファンの声としては、 FA を今回取りに行かなかったと、そこから新外国人をどんどん発掘していく路線に変わっていったのは素晴らしいというふうにファンは評価しています。やっぱり FA で最近獲得した選手なかなか活躍しないとして、給料が高いというようなこと多かったですから、新外国人路線というのは素晴らしいと思います。そして、センターは若い選手、萩尾選手だったり増田陸選手使えというふうに言うけれども、そのポジションっていうのは若手が勝ち取んなきゃいけないものであって、外国人を押しのけてでもレギュラー取れるような実力であったり結果がないと、センターっていう重要なポジション任せらんないよねという声があります。そしてブリンソン選手、来季29歳でまだ若いし成長にも期待できるよねと、とはセンターに新外国人取るんじゃないかというふうに言われてましたし、原監督もそう言ってたんですけれども、ちゃんとこのように獲得調査というところが出て取ってくる可能性が高いというところで、ファンの方も喜んでいます。以上です。